あやみんぱい。今日はニューバランスで春夏のトレンドコーディネートを紹介していきます。皆さん、ニューバランスって知ってますか？スニーカーがすごく有名だと思うんですけど、実はアパレルもあってすっごく可愛くっておしゃれなアイテムが豊富なんですよ。先日プレスルームにお邪魔してたくさん見させていただいて、そこでコーディネートを組んでみたので、ちょっとその選んでる様子をまずはどうぞ。こんなん可愛い。スポーツは普段はあんましないですけど、でも動くのは好きです、うん、下に重ねて履く。そうなんだけど、こうやって素材が後ろのこのかかとの部分が巻き上がってるので、後ろからこう履いた時に錯覚で足首が細く見える。細く見える。嬉しい。私足首がないんで足首キュッてなるのいいですね。はい、こんな感じで本当にね、たくさんアイテムもあったし、スニーカーがバーって並んでたので、まあ、そこで春の平日シチュエーション別コーディネートを組んでみたので、それを紹介していきたいと思います。1日目月曜日は友達とランチ食べてからのスポッチャコーデです。ニューバランスのロゴが入ったグリーンのキャップにジャケットスタイルでスポーティーなコーディネートにしてみました。このジャケットのね、デザインと色味が結構タイプで、背中の大きなニューバランスのロゴがあるんですけど、これがおしゃれでめちゃめちゃ可愛いです。で、中は襟付きのシャツワンピを合わせてみました。この胸元にあるワンポイントのイエローのロゴが春っぽくて可愛いです。で、実はワンピースの中にパンツを隠しておりまして、このパンツはジャケットとセットアップです。やっぱね、スポッチャといえばパンツスタイルでしょということで、ジャケットを合わせてアクティブに遊んじゃいたいと思います。スニーカーは全体メッシュで軽くて柔軟性があって履き心地抜群です。もうね、これ履いただけで走り出したくなっちゃいます。で、色味もデザインもベージュとホワイトなので、いろんなコーディネートに合わせれると思います。2日目火曜日はボクシングに行く日のコーデです。スポーツウェアで決めてみました。ウェアはくすみパープルでシンプルなんですけど、ロゴ入りのベルトがおしゃれで体にフィットしてて動きやすかったです。そしてこの上からパーカーを着ると外でランニングとか運動も行けちゃいます。このフードとね、ロゴ入りの紐が普段着にも使えそうだなと思いました。そしてスニーカーはこんな感じです。この後ろの部分がね、三角形になってるんですけど、三角形は足首をシャープに見せてくれる効果があるらしくて、足首がね、私にとってはとても嬉しいスニーカーです。デザインも特徴的なので、シンプルなコーデに合わせるのもおすすめです。3日目水曜日はお台場ドライブデートコーデです。デートということで、全体的にホワイトベージュでまとめて女の子らしく、でも足元はスニーカーにしてガーリーだけどカジュアルにしました。このトップスの袖のフリルがあざとくて、前と後ろで長さ違いがあるのでインしても可愛いかなと思います。このロングスカートはふわっとしてて上品なんですけど、ウエストの部分はゴムがあるのでウエストマークもできちゃいます。そしてスニーカーはコーデのアクセントとしてほんのりピンクをチョイスしてみました。このゴムの部分とか後ろのね、底のデザインが特徴的なんですよ。紐はね、クリームカラーなので、こういったガーリーなコーデにも馴染みやすいかなと思います。4日目木曜日はお家でまったりカンドラでも見ようかなコーデです。トップスのスウェットシャツなんですけど、首まである襟とこの袖長めのシルエットがトレンド感あっておしゃれです。はい、そしてカンドラを見ていたら韓国料理が食べたくなってきたので、買い出しに行くためにちょっぴりアレンジしていきます。まず足元にロングソックスを合わせて厚底スニーカーを履きます。そして襟を曲げて首をすっきりさせたら、一気に韓国スタイル、間違った、外スタイル。パンツの側面の大きいロゴがアクセントになっててバランスがいい感じです。そしてスニーカーはレザーのしっかりとしたフォルムで、この厚底ソールでスタイルアップができちゃいます。このグリーンとイエローの組み合わせがトレンド感あって、一気に足元をおしゃれに見せてくれます。
このね、N もかっこいいよね。はい、それでは今からお家に戻ります。5日目金曜日は先輩とおしゃれなディナーコーデです。ディナーということで、今までとは違う大人で上品なコーディネートになってるんですけど、今回私物のフリルブラウスにニューバランスのセットアップを合わせてみました。ジャケットはがっちりしすぎずカーディガン感覚で着れるのと、パンツはウエストがゴムになっているのでいくら食べても大丈夫、リラックスして履けちゃいます。ラフだけどラフになりすぎないシルエットなので、20歳の私にもぴったりです。丈感もね、短めなので足元をすっきり見せてくれます。そしてこのスニーカー、素材や紐の部分についてるタッセルが可愛すぎて、いい意味でスニーカー感がないのでこのコーデに馴染んでいて相性抜群です。こういった上品なアイテムにスニーカーで外すの結構好きなので、皆さんやってみてください。そう、実はこれ取り外しもできて、いろんな場面で着回しもできちゃいます。以上、5日間コーディネートでした。ということで今回はニューバランスでいろいろコーディネートを組んでみたんですけど、ニューバランスだけでこんなにいろんなアイテムがあるっていうのを初めて知って、本当にびっくりしました。やっぱ靴の種類がすごく豊富なので、スポーツ系から、あと私がコーディネートしてたこうちょっとおしゃれなところに行けるような上品なコーディネートにも合うような靴もあったので、シチュエーションに似合う靴が選べるんじゃないかなと思います。帽子とか靴下とかもね、あったので、スポーツブランドを取り入れてるコーディネートってすごい私的におしゃれだなと思うので、スポーツブランドまだ挑戦したことがない方も取り入れやすいのかなと思うので、ネットで先にこうどんなアイテムがあるのかなっていうのを見て、それから店舗に行って実際に試着してみて、自分に似合うそのアイテムを探すのもいいんじゃないかなと思います。ぜひ店舗にも行ってみてください。バイバーイ。ひとえに恋してひとえに愛して可愛い口は